けられる。お金の中では、前代に変わった弱の力で作用する種類のものなので、今、日本の周りにはほとんどないと言われているんですが、それが爆弾から接触を避けるための施設を探すのが重要なのは消費者なんです。少し難しい話にはなってしまったんですが、日本全国でどこを探してもほぼ横須賀にしか置かれていない大変珍しい場所ですので、一応ご案内させていただきました。さあ、そして今ですね、象徴を向こう側を見ていただきますと、分かりますか、一隻灰色の船が見えているんです。今、ちょうどこちらにお尻を向けておりますでしょうかね。先ほど横須賀方向を出港していた114番、鈴波、大江川、鈴波という船が遠くに見えております。あの船ですね、実は横須賀に配備されている船ではなく、船はですね、青森県の大港を方向としているため、横須賀ではめったに見ることができないんですが、今日はですね、どういったわけか横須賀に入港しておりまして、先ほど出港していきました。